スモールビジネス特化の学びや、この部屋のお島です。今日はですね、Facebook 広告で、まあ、スライドショーを使った広告の出稿方法ですね、を見ていきます。まあ、カルーセル広告なんて言ったりしますけども、まあ、いくつかの写真がスライドショーの形式で流れてきて、でそれがね、まあ、どれか画像をクリックしてもらうという流れですねで。キャンペーンを作って、広告セットを作って、広告ということになっています。でこの順番で今、広告のところにいますよということですね。で、でここで、ね、 一件の画像また動画を使用した広告にチェックがついていることを確認してですね。で、メディアに行くということですね。で、これね、動画になっていますので、通常は画像スライド書を動画って選べますと。で、もちろん今回はスライド書を選びます。ということですね。で、画像をアップロードしていくということですよね。で、これもね、画像をね、作ったものをアップロードすると。だから元の比率で大丈夫です。で画像の表示時間も1、2秒って選べますよという、ね。トランジションはフェード感ということですね。 例えばね、これでですね。まあ、こちら、アップロードしていきますということですね。例えば、こういった画像をアップしますと。1個アップしますよと。トランジションね、フェード投げであった方がいいかもしれませんよね。画像それぞれ、例えば今回は2個ぐらいやりましょうかね。例えばね。じゃロゴにしましょうかね。 ロゴを入れると。いうことですね。で、まあこれ2枚でやりますと。で、スライドショー作成ですね。まあもっとね、やった方がいいのかなと思いますけど、まあ大きさはこれぐらいです。3枚目いきましょうかね。じゃこれですね。やってみましょうと。で、3枚いくとね、スライドショー作成というのが出てきますので、押してください。で、まあこちら、スライドショーね、 ちょっとね、時間かかるんですけども、スライドショーが作成、勝手にね、生成してくれるということですね。まあね、これ、いじってるとね、簡単にできてしまうので、まあ、3枚ということでね、まあ、7枚までできるので、これね、作成してみてください。今、時間かかっちゃってますけどね、一緒に待ちましょうか。はい。もうすぐ終わりそうですね。メーターがね。今、何やってるかというと、スライドショーの 広告っていうのを作ってい,作っている状態で画像を、ね、3枚ほどアップしました。これは、ね、画像をご自身で作ってもいいですし、フリーの何かを、ね、ダウンロードしてきて適用させてもいいですよ。ということですね。ねこうやって、ね、話をしてても、ね、まだ終わってくれないんですけど、30秒から2分ほどで完了しますとなってね、もう大体、ね、1分くらい経つわけですけども、なかなか、ね、できませんね。はい、できましたね。こんな感じです。 でこれ動画をちょっとね、見てみると、まあ、こんな形でできているのと。いうことですね。まあ、こういう動画、スライドショーの動画になりますねで。カスタムサムネイルね、サムネイル、最初のサムネイル、最初に表示される画像っていうのをこう設定できます。ということですね。いうような形でスライドショーっていうのをね、作れるので、これでね、やってみてください。以上になります。